お前何やってんだよ。おーい、いいの、あの子うちの子なの。え、太陽って言ってね、中学3年生。あの子がちっちゃい時から私たちお店お店ってなかなか構ってあげられなくてね。おばあちゃんがいた時はまだ良かったんだけど、去年そのおばあちゃんが死んじゃってからは、今朝主人が注意したら太陽と口論になっちゃって、最後は主人を突き飛ばして。人生から帰ってくるのはいつかあなたが投げた球って、そういう言葉があってね。これも私たちの育て方っていうか、あの子とちゃんと向き合ってこなかったからあんな風になっちゃったのかな。ああ、どうしてだろう。何が？どうして楽しい時間というのは僕からあっという間に過ぎ去っていくんだろう。映画見てる時ほとんど寝てたよね。寝てない寝てない。嘘ついた、寝てました。僕はもう会場が暗くなってからずっとスクリーンを見ながら寝てました。よう、真帆、久しぶりだな。相変わらず美人さんだな。最悪。なんかさ、邪魔者がしゃしゃり出てきたって聞いたんだけどさ、てめえか。いいからお前は俺たちくらいいんだ。怒っちゃうよ。しまいには俺も怒っちゃうよ。さやくん、